公明党の参議院議員の竹谷俊子です。同じく参議院議員の伊藤孝恵です。今日は、新型コロナの問題でどういう支援策が政府は出しているのかご説明をさせていただきたいというふうに思います。その前に今日は牛乳を置いてあるんですけれども、はい、学校給食がストップをして食材がいろんなところでキャンセルになって大変なんですね。みんなが生の牛乳を飲まないと捨てなきゃいけなくなるんですね、はい、それで1日1杯できれば牛乳が苦手じゃない方は飲んでいただけるとありがたいなと思って。美味しいです。でまずですね、住居確保給付金という制度、今回コロナの影響で収入が激減してしまったそういうような方に使っていただけるように制度の改正をしたと、はい、原則3ヶ月の間その家賃分を補助する、給付する、借金ではなく給付をするという制度になります。基本的にはそれぞれのお住まいの地域の行政の窓口で社会福祉協議会であったり、その役所によって担当の部署がまた違うところもあるんですけれども、お自分のお住まいの役所のホームページあるいは電話をかけていただいて、家賃のこの相談のことでどこに相談をしたらいいのかということを確認していただくのがまずは出発になるかなと。そうですね、はい、これ本当に諦めないで、条件も今回緩和をして、今までは失業をして仕事がなくなった時じゃなきゃいけなかったんですよね。そうですね、今回は離職前であっても構わない、フリーランスの方も申し込みができるようになっているということでございます。で、例えば歩くでは家賃の上限額、単身世帯では5万3700円となっていますが、その際ご自身の収入の基準額っていうのはこれぐらいですよということが決まってるわけなんですね。でもう一つは貯金も一定額までは認められています、うん、で墨田区の例であれば単身世帯で50万4000円、2人世帯で78万円という形でその額までの貯金があっても構わないというふうにされてます、うん、この制度家主さんの方に原則お金がっていう形になっていて、はい、借りて返さなきゃいけないお金ではないということですので、ぜひ使っていただきたいというふうに思います。で次にですね、住宅ローンを払うのが難しい、この場合にどこに相談をしたらいいのかなっていうところなんですけれども、はい、まずはローンを借りている金融機関にご相談をお願いします。返済スケジュールを変えていただく、そういう対応をしていただくように政府から金融機関にお願いをしています。で、お願いをするだけではなくてですね、相談に行ったんだけれども全然話聞いてもらえなかったっていうような場合にどうしたらいいのかということで、金融庁の相談窓口全国で作ってます。金融庁の相談窓口に電話をしていただくと、銀行の対応について問題があった場合に、またこういうことが周知されてないというようなことがあった場合に、金融庁から指導をしていただくということになっています。と住宅ローンを、ね、抱えている方は、ね、よく心配されているのが、自分が払えないんだったらじゃあその保証人の方に請求が行くんじゃないか、この点はどう考えたらいいんですか。今回はそういったことがないように金融庁の方から銀行に指導していただいています。むしろそういうことがあったらこのフリーダイヤルの方にご相談をいただきたいというふうに思います。次はですね、緊急小口資金、簡単にはどんなものになるんでしょうか。これはかなり給付に近い貸付金なんですよね。本当にお金がなくなってしまって、もう何十円しか今手元にないような、そういう状況の時に無利子で行政がお金を最大20万円お貸しすると。で返すのは1年後なんですね。でまた2年以内に返せばいいと、保証人もいりません。で返す時に単身で言えば100万ぐらいの収入の状況であるということであれば、返すの免除もしてもらえるという、そういう免除の条件がついた小口の資金なんですね。でコロナの状況で窓口が今混んでしまっているんですけれども、全国の労働金庫でも受付をしていただけるように4月30日からなりました。人数が少なければ最短2日でですね、借りられると、そういう制度であります。この緊急小口資金だけではなかなかちょっと困ってしまうっていうような場合には、またそういう似たような制度っていうのはあるんでしょうか。はい、総合支援資金っていうのがあるんですよね。生活再建までにまだ時間がかかるという方のために必要な費用の貸付を2人以上の世帯だったら
20万円まで、単身だったら月15万円まで、原則として3ヶ月以内出していただけるというもので、これすごいのが1年後から返済が始まることを想定してるんですけど、返済の期限というのは10年以内なんです。だからゆっくり返せばいいんですね。10年かけて返しても構わない、はい、でこれも償還時になお所得の減少が続いている、住民税が非課税ぐらいという世帯については返済をしなくてもいいですよという免除要件がついている、すごくいい制度なんですね。これ全国の共通の相談ダイヤルっていうのもあるんですよね。公明党の地方議員さんが、はい、やっぱり区市町村でその対応が難しい場合があるので、はい、全国で相談ダイヤル作ってもらいたいということで、これ急遽コロナのためにできたんですよ。土曜日曜も祝日まで使えるという。そうなんです。相談受ける方は大変ご苦労だと思うんですけれども、そういう形にしていただいてます。他に税金や保険料の猶予というものもやっております。ぜひご相談をしていただきたいと思います。また電気、ガス、水道料金についてもしばらく支払いを猶予していただき、止められないというようなことも政府から事業会社の方に、また市町村の方にお願いをしておりますので、ご無理ないようにしていただきたいというふうに思います。不安に思った時にぜひ遠慮することなく安心をして相談をいただければと思います。